一人の部屋で得意のワインを飲まなければいけなかったのか。片腕のパンケーキの話を静かに聞いている目の前の少女に探偵を続けた。理由は簡単かよ、あの時死ぬべきさって目と決まっていたのだから。さあ犯人は誰、君は答え知ってるね。だって君の目の前で全て起こったのだから。さあ犯人は誰、君が答えを言わずとも僕を教えてあげよう。この事件の終わりを。二つ目の謎は、彼らが海へ来たわけ。本当に彼らの中に犯人がいたのか。少女はポケットの中、忍ばせたナイフを握る。探偵は気づかず、まだ話し続けてる。ただ一つだけ、狂った計画。事件に巻き込まれた、もう一人の探偵。それを確認する術ももうじき消えてなくなる。